3日連続シリーズでお伝えする高崎オーパ特集3回目の最終日は高崎オーパは結局成功したと言えるのかそして今後の課題とは詳しく見ていきます始める前にチャンネル登録もよろしくお願いします昨年12月オーパを子会社として持つイオンモールはオーパの再編を発表しました その内容は今年3月1日付で子会社のオーパを分割し新オーパを設立そして主要なターミナル立地の都市型施設8施設をこの新オーパが継承しその他の14施設はイオンモールが継承するというものです新オーパが旧オーパから直接継承した施設は高崎オーパの他に三ノ宮オー、パ、三ノ宮オーパ2仙台フォーラス 横浜ビブレキャナルシティオーパー新百合ヶ丘オーパー金沢フォーラスの8施設ですこの8施設は告知通りどこも大都市圏やターミナルを有する立地で高崎もターミナル性の観点から新オーパーに引き継がれたものとみられますしかし近年オープンした秋田那覇大分や 2017年に高崎と同じくオープンした水戸オーパはこのリストにはなくイオンモールが継承しました茨城県随一のターミナル駅水戸駅前に立地しているにもかかわらずこのように運営が分かれるようになったのはなぜなのでしょうか水戸オーパは水戸駅前の水戸サウスタワー旧ヤマダデラビワン水戸の跡地などに入居し建て替えを行った高崎オーパと状況は異なります また店舗数においても水戸オーパーの45店舗に対し高崎オーパーは157店舗と店舗数も大きく異なっていますさらにイオンモールは運営する施設別の売上高は非公表のため高崎オーパー単体の売上高は不明ですがあえて楽観的な見方をすればオープンから3年近くを迎えた昨年12月の時点で 主要なターミナルリッチの都市型施設としてオーパに引き継がれたのは少なくとも経営的には悪くないと言えるのかもしれません一方でテナントの退店や出店といった入れ替えも活発なのもまた事実です一例としてオープン当初から出店していた当時群馬初出店であった文具店かきもりは約9ヶ月後の2018年7月8日に閉店しています 昨日の動画「高崎オーパで街は変わったのか」というテーマとも合わせて見てみますと駅周辺の通行量も増加し高崎ビブレ閉店で一時失った高崎駅の顔として見事返り咲いたつまり高崎オーパは成功したと言える施設になったのではないでしょうか通行量の増加が駅周辺にとどまっていることから今後は駅からどのようにして街全体へ そして、活気が溢れる街へとしていくかが課題となっています。ここまでご視聴ありがとうございました。